3. Hi, my name is Mai Nakayama. I study at Language Academy in Gold Coast. 私の名前は中山舞です。日本出身で今、オーストラリアのゴールドコーストに留学できています。私のビザはワーホリビザで、なんでワーホリを決意したかというと、海外で働いてみたかったからです。なんでゴールドコーストにしたかというと、ゴールドコーストは私の地元である沖縄に気候がとても似ていて住みやすいし、綺麗な海がたくさんあるからゴールドコースト選びました。スクーラーハブと出会えたのは、私今大学生なんですけど、この大学の友人、大学の先生の友人がオーストラリアでエージェントをしているということだったので、オーストラリアにしました。then, 出発までの準備はビザ申請、学校選び、ホームステイの他にも不安なこととか、オーストラリアについてのこととか、カウンセリングしてもらって1から10まで親切に教えてくれました。私が行った学校は最大8人の少人数クラスで、先生とこの生徒との個人授業みたいな感じでとっても親密に教えてくれるし、他の学校は15人とかが普通だけど、こっちだと少ないから英語を向上しやすいと思ったから選びました。授業以外にも仕事の見つけ方とか履歴書の書き方とか親切に教えてくれたり、この学校はこの英語以外にも8個の言語を教えていて、そのうちの一つが日本語だったので、私もその外国人が日本語を勉強するクラブに参加して私の英語力も上がるし、この外国人の方々の日本語も上がるしみたいな感じでいい経験ができました。あとはこの学校は毎週金曜日にアクティビティがたくさんあって、違うクラスの人とも関われて、友達もいっぱいできるし、プライベートでもバーに行ったり遊んだりしてみんな楽しく過ごしています。私は絶対この学校をおすすめします。絶対にゴールドコーストにゴールドコーストで留学したいならここがおすすめです。不安なこととかあったら親密にこのエージェントの方が教えてくれるし、なんかここに来るまで一切不安なことはなかったです。 Thank you.